ガーグワッガガそんな、まさか、戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ？なめやがって！これからだぞ。もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうださっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、ファイヤー！はあ！やった！やったぞ！なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なんだ、
何？これは、まさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった！みんな元に戻ったぞ！とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。おい、ベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか？そんな、まさか、戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ？ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することで、なんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと？はい。吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。何を？チッ！危ねえ。あの野郎、いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ？あんなの跳ね返せねえぞ。みんなをベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。よかった、間に合ったか。オラたちは間に合ったが、地球やご飯たちは。カカロット、貴様、なんでこんな奴らを先に助けやがった？あの、地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって？はは、何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、
そうか、やっとわかった。こいつは夢なんだ。ははそうだ、夢だよ夢。カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ？あれは真面目なナメック星人だけに許された、いわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ、地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざ、やったあ、ご覧なさい、粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。